総集編ということでスペシャルゲストにお越しいただいております。フリーアナウンサーで、そしてあの FM 沖縄の 4PM 長年勤めてらっしゃいます野坂道代さんです。おーイエーイ、ワイワイ、あ、この声聞いたらね、道代さんだ、嬉しい嬉しい、よろしくお願いします。あっちゃあっちゃ、ナレーションを担当しております野坂道代です。普段はラジオなんで顔が見えないわけ、こうやって顔出すって何十年ぶりかも、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。私たちのためにも、お菓子にちょっとやられたかな。いつもあのスタジオ行くたんびに皆さんから美味しいコーヒーとお菓子をいただいております。それで今日は呼ばれてきました、よろしくお願いします。やったー、よっしゃー、ありがとうございます。では急に進行を私させていただいてよろしいでしょうか。はい、お願いします。あっちゃあっちゃ、総集編の、進行を野坂が担当させていただきます。いつも顔見えませんよ、今日は見えてますよ、よろしくお願いいたします。さあということで、1回の北谷町から、はい、32回目の、前回のね宮古島まで、はい、そうこっちね書いてますけれども、はい、こんなにたくさん4人でみんなで歩いてきたんだね、はい、あっちゃあっちゃしたんですね。ということで、もう本当にどれ見てもあー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 っていう感じなんだけれども、それぞれ、まあ、皆さんね、印象に残った、こう場所とか、はい、撮影とかいろいろあると思いますんで、はい、では誰から行こうかな。あ、リーダー、あ、夏木ねえねえが選んだのは第18回放送の名護市編です。いや最高だったよ、いい場所だったね、うん、瀬名海中公園がもう最高でしたね、うん、いやなんでかというと私は魚が大好きなので昔から魚図鑑持ち歩いて読む、休み時間に読む人だったんで、あ、玉笛吹きだ、たまんだ、なんとかだってもうずっとね、うん、張り付いて見ておりました。いいね、またね行きたいです、あっちゃ絶対。セイラネーが選んだのは第24回放送の女村編です。私夢が一つ叶いまして、運ななビーツアーをあっちゃあっちゃでねやりたいっていうこの企画がね通ったのが嬉しかったです。みんなで実際にあのナビーさんの後をこうあっちゃあっちゃして、で実際にナビーさんが降臨して素敵な映像が作れました。これも女村の小学校中学校にもう私配り歩きたいなって思うぐらい本当に満足感のある映像です。ありがとうございます。ナーナーが選んだのは第27回放送の東村編です。おー、パイナップル、はいはいはい。私はですね、あの東村の最初から最後までパイナップルを食べまくっているあっちゃあっちゃがとっても印象的でしたね。あのやっぱ自分の大好物っていうのもあるんですけれども、その場所で現地で食べるパイナップルは本当格段に美味しくて、そこで食べたホワイトココっていう品種が本当に美味しくて、また来年もそのシーズンになったら食べに行きたいと思います。ホワイトココ、私はまだ名前しか知らないんで。さやかが選んだのは第12回放送の南城市編です。おー、よかったよね、嬉しかった。はい、私はですね、あの南城市で柿の花ヒージャーに行った時にこの川のそばで4人座って、うん、あの海山のぐとに歌ったじゃないですか。もうあれがねいいですねいい、はい、好きですね、うん、はい、あの印象に残った場所今一つずつ聞いていきました、うん、もっとありますよね、はい、いっぱいね。夏木ねえねえとセイラねえねえが選んだのは第3回放送の緊張編です。あれよかったよ、あれですよ、あれ、ね、うん、あれ緊張したよね、うん、
中田直樹さんのタイモ畑で、こうタイモを収穫した本庄の、最高でしたね。はいはいはい、タイモね、バキッと取ってね、最高。私もタイモはもう、あの無地、うんうん、茎の部分の無地があるじゃないですか。 あれってこの新鮮なうちでしか取れないから、うん、その冷凍したものじゃなくて生のものをいただいたのがすごくラッキーって直樹さんよろしくお願いします。収穫の仕方を教えてくれる人は中田直樹さんです。よろしくお願いします。まずは根を切ります。ナナうまくできますかね。夏樹は手際がいい。さやか大丈夫？さすがセイラさん、落ち着いてますね。次は芋を抜く作業。こんな大変なの？でかい。みんなのこのコメントっていうのがだんだんこう、あのみんな大体同じこと最初言ってたんだけど上手になってって言ったらちょっと変かもしれないけど、表現がね分かんないけど、でも本当に変化してるのが面白かった。アスリート並みだって体力つけます。こう回って浮かんでくるような、だって見とき感じております。もうイルカになってたまらないです。もうナーナーとさやかわが選んだのは第20回放送の中城村北中城村編です。中城村と北中城村で体験したあのパラグライダーブルースカイですね。もう本当に直前まで飛ぶのが怖すぎて、ずっとためらってたんですけど、飛ぼうか飛ばないこうか、ねね、だけどいざ飛んでみた時にもうやみつきになりましたね、あの感覚。最高でした ね。でも飛んだ後もう翌日とかもずっともう一回行きたい。もう一回行きたい、ね、本当に行きたい、ね。食べるっていうのも結構多かったじゃないですか。やっぱりね、あの女子がこうあれ集まるとね何が一番美味しかった？食べ物そば率高かったよね。そば率、ね、なんか公園行ったらティンク食べるっていう、なんかそんな感じね、うん、ということで、ではやっぱり最も印象に残った夏希姉とセイラ姉が選んだのは第31回放送の宮古島編です。これはもう私の個人的なんですけども、祖父が100歳迎えた時にこれをね取り上げていただいたことがもうとってもね嬉しかったです、うん、こう県外の親戚たちもこのねサイトの方でも見て、おじい100歳ね誕生日駆けつけられなかったけどありがとうっていっぱいねお声いただきましたよ。100歳だもんね。そう、本当にすごい場に私たちいるなって思いながら、うん、で皆さんでこのお祝いの場でクイチャー踊ったじゃないですか、はいはい、なんかそういう体験を、うん、なんかその場所ならではのそのあっちゃあっちゃその時ならではの体験っていうのができたのがすごい貴重だなと思って、もっとそういう機会あったらもう本当に何ね、もっと人生のなんか豊かになって財産になるなって思いました、うんうん。夏希さんのリーダーのおじいちゃんっていうのがね、そ、うん、そのお祝いにこうね、うん、出られたっていうのが本当にすごい幸せですねすごいことですよ本当に。ではじゃあ2人は100歳の、そうですね、お祝いがやっぱり、お祝いのあのクイチャー忘れられないな、うん、おじいちゃん、うんうん、ちょっと私も練習したくなったもんぜひ、うん、お願いします。選んだのは第4回放送のハエバル町です。シャーラントントンかすりですね、はい、ね、私がもう生まれ育った町をですね、うん、4人でね、はい、あっちゃあっちゃできて、しかもハエバル町の特産品、うん、かすり、旗織りの音がこう日常的に聞こえてくるっていう点で、うん、みんなでこう聞かせ、みんなに聞かせられたっていう、この何だろう、自分の地元にみんながいる不思議感と嬉しさが積もって、やっぱり一番心に残ってますね。さやかわが選んだのは第26回放送の沖縄市編です。あれじゃん、あれ来たんです、あれです、はいはい、沖縄市パート2、コザ
の時にみんなちょっとねいつもとは違う浴衣を着てから行ったじゃないですか、はいはい、でこの浴衣で着るで浴衣着てタコスを食べるとかさ、うん、なんかやってみたかったんですよ。それもできたしでなんかエイサーのさもうとってもエイサーが大好きでちっちゃい時から、うんうん、このエイサーのなんていうんですか会館に行って実際この歴史とかを見てああって思いました。来年の抱負？来年はもっと視野を広げてこの地域の素晴らしさとかをもっともっと見つけてそして、ね、たくさんあのコメントの方も上手になりたいなと思います。私たちそれぞれの地元をあっちゃあっちゃしてあもう地元誇らしいっていう発見がたくさんあったんですけれどもそれ以外でも他の地域の皆さんの私たちの地元を素晴らしい誇らしいっていうのをもっと引き出せたらなって思います。沖縄の魅力ってまだまだ本当にたくさんあると思うので来年はそれをですねもっと深掘りして紹介していけたらいいなと思います。私はあのイエイとかワーとかあーとかしか言ってないので来年はもっとあの日本語を発せれるように頑張ります。ハッセルタイ、ハッセルタイですね。ハッセルタイじゃあちょっとボキャブラリ、うん、そうね、ちょっとねちょっとずつ教えていこう。はい、あっという間にお時間となりますので、はい、これでちゃんと閉まってますか？大丈夫ですかね？ではいつものあのナレーションで締めさせていただきたいと思います。ありがとうございます、はい、今回のティンクティンクあっちゃあっちゃはいかがでしたか？来年からシーズン2に入ります。リニューアルした形でお届けします。お楽しみに。